積み重ねた毎日が色を変え目をつける。これまでの汗も苦労も吹っ飛んで、あの人を思い出す。柿おじいさん、子供の頃にはこのなんか木があったみたいなのに言ってたりはするけど、こういうふうに専業農家で始めたのは何年、60年は経つ感じじゃないですかね。しっかり仕事を怒ってくれた人、みんなからもらった愛を今度は僕。実がだんだん重たくなって枝が下がってるのを支柱入れたりとか紐で釣ったりとか、カラスが、ね、集団でバタバタ来る時があるから、ちょっと実が色がつく前にはちょっと糸を全部張って一応予防 しとこうかなとは思うんだけど、あれが木出したら何やってもなんかもう無駄だっていう話を聞くので、だんだん楽しいと思います。頼りにはしています。でやっぱり松永の柿でないとって言われるお客さんもおられるので、まあ、いいもの、美味しいものを作っていきたいなと思ってますけど。